三町、歩きましょう。おはようございます。キリタンのラーメン食べ過ぎを抑えるため、仕方なく同行する、ゆずきゆかりです。おはようございます。ゆかりさんの徘徊に仕方なく付き合ってあげる、東北キリタンです。初めてのジャンルですね。初めてのエリアですね。少し歩くと、ビビッドな色使いと三角屋根が特徴的なお店を発見。フィットケアデポという、横浜市のローカルドラッグストアです。そして、横浜といえばがもう一つ、吉村屋直系の家系ラーメン、末広屋もすぐ近くに位置します。四国なのに行ったことないかも。札幌の頃の信玄やすみれしかり、地元すぎて後回しにしがちな現象かもしれません。にしても、歩道なのに、随分立派なトンネルですね。ここは、東横フラワー緑道、地下化された東横線跡地をたどる遊歩道です。そうだ、今回こそ、ルートは分かっているんですか？いえ。目的地の住所から、なんとなく導いて歩いてます。ゆかりさん。ええ、見知らぬ路地から出ないと得られない栄養を感じます。これだから、計画的迷子はやめられます。大丈夫なんですか？大丈夫でした。大丈夫でした。まあ、今回の目的地、メンバー浜虎に到着です。朝ラーもあるこちらは、8時から27時までのロングラン営業。メニューはこんな感じ。チンタンか鶏パイタンの2択をベースに、味噌、塩、醤油と様々な組み合わせ。迷ったら右上と、古事記にも書いてある。黒豆納豆ジャンそばを大盛りで注文です。驚きの納豆トッピングが目を引くね。じゃあ、早速いただきます。大粒の黒豆納豆は、ほんのり甘みとコクを感じて美味しいです。つるもち食感の中太縮れ麺も、のどごし抜群で最高。二郎系も驚きな、麺量 270g のボリュームもたまりません。スープは鶏ガラベースの優しい醤油に、焦がしニンニクをはじめ、香味野菜を効かせたもの。トッピングも抜かりなし。乱切りネギはシャキシャキでいいアクセントです。肉厚な鶏角煮チャーシューも絶品。ごちそうさまでした。横浜駅からのアクセスも抜群、メニュー豊富なラーメン屋。今度行くときは、朝の冷やしラーメンを試してみたいです。では、じゃあ、まだ見ぬ道を歩きたくなったら、お会いしましょう。え、そうそう。よろしければ、いいね、マイリス、ツイッターのフォローお願いします。今回のいいねは、このお店に行こうと思ったきっかけです。それでは、ご視聴ありがとうございました。